放射線障害とは、生体が放射線被爆することを原因として発生する健康影響を言う。放射線障害は、被爆線量に応じて、確率的影響と確定的影響の二つに大きく分類できる。1895年のレントゲンによる X 線の発見とともに放射線による体への影響、放射線障害が問題となった。放射線が人体に対して、 どのように影響を与えるか、またどのように防げばよいかということはその歴史とともに確立及び変遷してきている。放射線防護を考える際には、どのレベルで起こった放射線障害かを明確にしておく必要がある。放射線障害は、影響の出現する個体、時期、影響の程度などに着目して、以下のように分類できるとされる。放射線の人体への影響は、 放射線と人体を構成する物質との相互作用による物理的、科学的、生物学的過程を経て引き起こされる。なお、生体細胞への影響としては、2の科学的な過程を経由せず、物理的過程から直接、生物作用を起こす場合もありこれを直接作用と呼ぶ。これに対し、科学的過程を経て、生物作用を起こす場合は、間接作用と呼ばれる。 一般に、細胞分裂の周期が短い細胞ほど、放射線の影響を受けやすい。逆に、細胞分裂が起こりにくい骨、筋肉、神経細胞は放射線の影響を受けにくい。これを、ベルゴニー・トリボンドーの法則と呼ぶ。細胞内において放射線の直接作用、間接作用が発生した場合、主に問題となるのは DNA 差の切断である。DNA は、 ポリヌクレオチドの二重差からなっているため、単差切断であれば、酵素の働きによりもう一方の DNA 差を、ひな型として正確な修復が可能である。一方、二本差切断は、修復不能であったり、修復誤りを起こす場合があり、細胞死や突然変異の原因となる。修復が不可能な場合は、アポトーシスを起こせば問題ないが、 DNA 差が損傷したまま細胞が生き残った場合、やはり身体的影響の発がん、または遺伝的影響のリスクとなる。なお、癌細胞は DNA 修復機能が低下しているので蒸気のような修復が十分に行われない。この性質を利用しているのが放射線治療であり、放射線を当てると正常細胞はすぐに生存可能の範囲に修復されるのに対して、 主要細胞は修復しきれずに細胞が死滅する。被爆の影響は単純には蓄積されないことが明らかになっている。放射線による生物効果は同じ線量でも放射線の種類や線量率によって異なる。例えば同じ積算線量1 0 0シーベルトの被爆であっても短時間に高線量率で被爆した時と時間をかけて 低線量率で被爆した時では、放射線障害が発生した場合、低線量率で被爆した場合の方が、その健康影響は軽度になると推定されている。これを占領率効果と呼ぶ。ICRP によって提唱された、放射線防護の観点からの出現パターンによる分類である。一口に被爆といっても、例えば体の広範囲に、 大量の染料の放射線を短時間に受けた時と、全身に少量の染料の放射線を長期に受けた時とでは、放射線障害として現れる、症状、発症のメカニズムなどは異なる。そこで設けられた分類が、以下の確率的影響と確定的影響である。主たる症状、癌、遺伝的影響域線量、存在しないと仮定される。 主に関係する他分類、臨床医学的分類、身体的影響、遺伝的影響、発症時期的分類、万発影響放射線による、少数の細胞の遺伝子の損傷などを原因とする影響である。発生メカニズムについては、DNA への影響参照生体細胞であれば、ん、生殖細胞であれば、遺伝的影響として現れる。確率的影響は、 一つの体細胞あるいは生殖細胞が放射線の影響を受けた上で生存し、癌細胞あるいは受精卵となった上で増殖、出生するプロセスの成立、不成立を確率として捉えることから、その影響は確率的である。国際機関などでリスク評価の基礎情報になっている疫学データについては以下のようなものがある。 一眼総数は放射線被曝による過剰発生数だけではなく自然発生数も含む。二人、年は調査対象者の追跡年数の合計年数の合計を表している。これは、眼に潜伏期間があるため、調査対象者の人数だけでなく追跡期間も考慮したもので、疫学調査の規模を示すものだと言われる。他、多数の動物実験などにより、 確率的影響の影響範囲については調べられている。確率的影響に分類される具体的障害したる、症状、皮膚の後半、脱毛、気形など、敷居線染料、存在する、主に関連する多分類、臨床医学的分類、身体的影響大量の染料を受けると、組織、臓王器を構成している細胞の多数が、細胞死などにより機能喪失を知ってしまう。 確定的影響は、組織、臓器を構成している細胞の多数の機能停止による、その組織、臓器としての機能不全を原因とする影響である。物理的に細胞死することが原因であるので、その影響は確定的である。その障害発生の仕組みから、確定的影響は影響の発生する最小線量である、四線量が存在し、 死期線量以上の被爆線量の増加とともに、重篤度が上がり、発症率も100%に達するまで増加する。なお、確定的影響の死期線量は、吸収線量で表示される。人間の体を作っている細胞は、体細胞と生殖細胞に対別することができる。その細胞の分類をもとに、細胞が放射線を受けたことが原因で発生した影響は、 次のように二つに区分けすることができる。身体的影響とは放射線によって体細胞に起こった変化、損傷が原因で発生した影響を言う。身体的影響は被爆時の年齢に関係なく発生する可能性がある。眼発んのメカニズムと発ん抑制のための生体防御機構分類、確率的影響かつ万発影響放射線被爆を原因として発生する。 可能性のある身体的影響がこの癌である。疫学調査の結果から、被爆線量に比例して放射線誘発癌の発生率が増加することが明らかになっている。しかしながら、そのデータの加減は1 0 0シーベルトであり、1 0 0シーベルト以下における癌発生リスクはデータがないため不明である。なお、 短時間に1 0 0シーベルトの被曝を受けた時の障害がん死亡リスクは0.55%上乗せとなる。短時間に1 0 0シーベルト以下の被曝を受けた時、または長期継続的に低線量の被曝を受けた時のリスクをどのように評価するかということについては以下を参照。がん以外の身体的影響分類、確定的影響体の各臓器について指地を超える。 線量被曝をすることで様々な放射線障害が発生する。歴史的に主に問題となったのは皮膚に対する影響、目の水晶体への影響、増血臓器である赤色骨髄への影響などである。急性放射線症候群全身あるいは体の広い範囲に大量の放射線を短時間に受けた場合に発症する一連の症候群を急性放射線症候群と呼ぶ。 分類、確率的影響、遺伝的影響とは、放射線によって、生殖細胞に起こった変化、損傷を原因とする、突然変異が関係して発症するもので、特に被爆した人の子孫に現れる影響を言う。遺伝的影響は、生殖能力を持っているかまたは、今後持つ人々が被爆した時でないと発生しない。ただし、 日本への原子爆弾投下による被爆者の疫学的調査においては、被爆者の子孫において遺伝的影響は認められておらず、2011年現在では動物実験での報告があるのみである。そのため、放射線障害としての危険の事例は、すべて妊娠中における胎児への放射線被爆によるものである。身体的影響と遺伝的影響の中間に当たるとも言うべき、 放射線の胎児への影響、すなわち、生殖細胞が受精した後に受精卵から胎児へと成長する段階において被爆した時の影響については、身体的影響及び遺伝的影響とも異なる次の特徴が存在する。細胞子に関する放射線肝受精は、細胞分裂を繰り返す頻度が高い細胞ほど高いため、胎児は最も放射線肝受精の高い個体である。 胎児の発生、分化は次の三つの時期に区分されるが、放射線被爆の影響は、その時期に応じて異なる。着床前期、受精後、約九日間期間形成期、受精後にから八週間胎児期、受精後八週以降障害をきたす染料は、着床前期に、敷居量零点零五から零点一 g で、胎児死亡、期間形成期に、敷居量零点一 g で、 奇形、胎児期に、子季線量0.12から 0.2G で、精神発達地帯である。妊娠2ヶ月以降の胎児はすでに臓器が形成された後であるから、奇形発生はないとされている。ただし、胎児期以降の被爆について、小児白血病などの確率的影響が優位に高いことが知られている。症状の緩和腫瘍や骨髄不全等に対する治療。 および体内に取り込まれた放射性物質の排泄を促す治療を行う。被爆後すぐには症状が現れないことに注意が必要である。放射線障害系現在の投与による治療が研究されているが、まだ研究途上の分野であり、治療法が確立していない。放射線障害の歴史は以下に示す4つの時期に区分される。 急性放射線障害の発生した時期万発性、放射線障害の発生した時期リスクが問題とされるようになった時期、デトリメントが問題とされるようになった時期放射線防護の概念についても蒸気時期に応じて変遷してきている。人工的に放射線が利用されるようになったのは、1895年のミルヘルムレントゲンによる X 線を発見に始まる。 放射線利用の歴史は放射線障害の歴史でもあったが、その初期においては、放射線によって人体に悪影響が生じるという認識が存在しなかった。1896年には、X 線による急性の皮膚障害、目の痛み、皮膚炎を伴わない脱毛、やけどなどの発生が報告された。その後、白血球の減少、貧血など、 増血臓器の障害など今でいう確定的影響が認識されるようになった。急性放射線障害とまではいかなくとも、放射線診療の従事者は、継続的に X 線被曝をしていたため慢性の放射線皮膚障害、あるいは再生不良貧血や白血病などの増血臓器の万発性の障害が発生することが徐々に明らかとなった。さらに、 1927年には、ハーマン・ジェイ・マルアが、症状場への X 線症者による遺伝的影響を明らかにし、これ以降放射線による遺伝的影響も問題にされるようになった。放射線被曝によって確定的影響のみならず、四季線量以下でも確率的影響が発生し得るということが認識された。しかしながら、 その、四季線量以下の放射線被曝と障害の発生する確率との間には、どのような相関関係があるのか、リスクは具体的にどの程度なのか、などについてはまとまった疫学的データが存在しなかったため不明であった。1945年の広島、長崎への原爆投下において、日本の医療機関の他にアメリカは、広島と長崎にアブックを設置し、 原爆被爆生存者の健康調査、寿命調査などの疫学的調査を行った。この調査によって多くの知見が得られ放射線障害の研究が進むこととなった。ICRP は1990年勧告において、有害な健康影響を定量化するための概念としてデトリメントを導入した。それまでのリスク評価でも用いられた知志願と 重篤な遺伝的影響の発生確率が主要な因子であるが、デトリメントにはその他の因子も考慮されている。デトリメントの定量化の方法は単一ではないが、ICRP は、知志眼と重篤な遺伝的影響の発生確率に加えて、七志眼の発生確率と余命損失の相対的な大きさを考慮している。デトリメントに基づき組織過重係数が導出され、 実行線量の評価に用いられている。ありがとうございます。